今回展示しております製品がアビト DS の、バージョン10になります。ちょうど10月の初旬にですね、新バージョンとして発表させていただいた製品で、従来の DS からですね、パフォーマンスが非常に上がっておりまして、それから価格もですね、大幅に改定させていただいて、とてもコストパフォーマンスの高い新製品になっております。この DS はですね、ドラマの編集、長尺の編集、あるいは、合成として、CM の編集とか、編集から合成、そしてタイトル、テロップですね、あと 5.1 チャンネルのサラウンドの編集なんかもできる、総合統合のパッケージングになっております。はい。それから、従来 そのポストプロダクションさんのユーザーさんももちろんそうなんですけども、最終テロップからですね、音の仕上げまでということで、制作のユーザーさんにも、広くご利用いただけるようになりました。アビットの製品の中ではたくさん編集機ございますけども、編集機単体ではなくて、サーバーですね、素材を共有できるサーバー製品、ユニティという製品を持っておりますので、こちらにもこの DS というのは、接続が可能になりました。そういう意味では単体で使っていただくこともいいんですけども、複数台の編集機で、ユニティという共有サーバーを使った、ネットワークの編集、そういったことがですね、できるようになっています。でこれがもっともっとパフォーマンスも上がりますし、今後ユーザーさんの方には、編集機だけではなくて、どんどんその素材の共有サーバー、これをご利用していただきたいというふうに考えています。